さあ続いてはなんですけれども、やはりその世界をこうチャンス、行くチャンスを伺っている選手の一人なんですけれども、女性ファンにもね絶大な人気を誇っています。東洋太平洋ジュニアバンタム級チャンピオンの町田和久選手の初防衛戦となります。そうですね、松田選手はね、僕もね現役の時にあのスパーリングパートナーなんかに来てもらって、すごくあの勇気あるボクサーで、あの積極的に気が強い選手なんですよね。顔はね、本当甘いマスクなんですけどもね。で一方フィリピンのこの選手なんですけども、僕初めてなんですけども、まあ、あの戦績の割には結構ね、上手な選手だとは聞いてます。さあそれではどうなるんでしょうか。セミファイナル OPBF 東洋太平洋ジュニアバンタム級タイトルマッチ、早速ご覧いただきましょう。セミファイナルは東洋太平洋ジュニアバンタム級タイトルマッチ、黒と赤のトランクス、チャンピオン町田和久、対する挑戦者はフィリピンのジュニアバンタム級1位、 OPBF のジュニアバンタム級1位、ラフィー・モンタルバンであります。第1ラウンドが始まりました。防衛戦になります。町田にとっては初の防衛戦、その立ち上がりのラウンドであります。解説は元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンの渡嘉敷和夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡嘉敷さん、町田選手にとっては本当に大事な防衛戦になりました。そうですね、これからどんどん相手が強くなってきますからね。そして今回の対戦は、挑戦を受けるのは OPBF 同じ東洋太平洋のジュニアバンタム級の1位であります。そのあたり町田がファーストラウンドどんな動きを見せていくのか。渡嘉敷さん、まあ、両者お互いにいろいろビデオでは研究していると思うんですが、どんなところがこの試合のポイントになりそうですか。そうですね、町田君がそのサウスポー得意かどうかですよね。今まで何回かやったことあるんですかね。一度あるんですが、そのサウスポーの対戦はこの大阪府立体育館、実は黒星がついているんです。本人はあまりこう得意ではないとはっきりとは言いませんけれども、結果としてはいい形で残っていない。得意ではないと思い出すとね、余計苦手になってくるんですよね。そうですか。で今のところあの右に回ってるじゃないですか、左に回ってもらいたいですよね。ああなるほど、いわゆるそうすると、あの町田君の右が当たるんですよ。今これは逆にいわゆるサウスポーの回し方についていってるという形になるわけですか。自分のリードでもう少し運んだ方がいいです。ただパンチありますね、町田君。あのスタイルから打つパンチかなり効きますよ。さあ足を使って出たり入ったり、そのあたりはスピードを使いたい町田です。いいですよ、ああやってね、ボディから打っとくんですよ、そしてボディを見ながら上にストレート打つと、あのフェイントかかって当たりますね。なるほど、相手の意識がボディに行ったところ、少し空いたところを上に持っていくという、今度はチャレンジャーラフィー・モンタルバン、ボディを打ってきました。なかなかいいですよ、あのチャンピオン、チャンピオン、挑戦者ですか、モンタルバンですね。モンタルバン、特にどんなところの良さが光りますか、ここまでは。あのラフに体をこう動かしてるんですよね、軽く。あれがね、なんていうんですか、ほぐしてるんですよ、体を。だから手が出やすくなるんですよね。いいですよ、今の左、右から左です、最後に左か右かどっちかはっきり出しておけばどっちか当たります。右の大きなフックは空を切っています、チャンピオンの町田。出ていくと思いますよ。ここまで2ラウンドを見て渡嘉敷さんの印象はいかがですか。僕はね、ちょっとあの挑戦者、モンタルバンの方はね、なんか試合をうまく運んでるような感じがしますね、まあ、そんな差があるほどではないんですけども、そうしますとどうですか、町田チャンピオンの方に少しこうまだ硬さというのが残っている、そんな感じがしますか。チャンピオンちょっとね、足がベタしすぎるんですよ、で足が広すぎるから、相手のパンチをうまく足で避け切らないで、その場に立って打ち合いになってしまうでしょう。相手の方が進めやすいような感じですよね、手数が多いんで。右のボディを打っていきましたチャンピオン、あの右の返しが欲しいですね、右から左はボディ、モンタルバンです。
モンテルマンはね、あのガードの中からよく見てますよ。はい、外から持ってきます。なかなか上下もうまく分けてますね、はい、このバランスというのはどうですか、上と下の内訳。いや、なかなかいいですよ。いいですか、モンタルバン。いいですよ、はい、左のボディを出します。モンタルバン、とにかくあの町田君は一発狙いつつですね、はい、リズミカルなあのコンビネーションの攻撃欲しいですね、少しどうなんでしょう、右の意識が強すぎて手数そのものが、そうですね、減ってしまうんですよね、はい、確かに右にはパンチあるんでしょうけども、右を当てるためのステパンチが欲しいですね、はい、ボディを狙います。カウンター気味、以上詰めます。右のボディはチャレンジャー、モンテルマン、あの一発のパンチではないでしょうけども、はい、コツコツコツとね当ててきますからね、はい、あまりもらわないようにしないと、あのコンビネーションもいろいろとこうパターンを持ってるような、そんな感じは、そうですね、しますね、あのやっぱり成績が多いだけね、はい、結構テクニックもあるみたいですよ。ここまで28戦して20勝うち11のナックアウト、 KO 率は 50% 超えています。町田君、体調はどうなんですかね、体調は万全だと、そしてこの万全の中で今日を迎えたというふうに本人は語っていました、まあ、何かね、硬、はい、い感じがしますね、硬い感じがしますか、だるそうな、ここで第3ラウンド終了です。東洋太平洋ジュニアバンタム級タイトルマッチ第4ラウンド、ゴングが鳴りました。いいでしょ、いいでしょ、はい、先手先手でね、町田君いけばいいでしょ。チャンピオン黒いトランクス、赤いスパンコールラインが入っています。松田和久、グリーン津田ジム、初の防衛戦になります。まあ、町田選手もこのところぐんぐんとこう人気の方もね出てきまして、甘いマスクで非常にこう女性にも人気ありますね。ボクサーに見えない感じですね、はい、あの昔あの頑張れ元気、頑張る元気でしたっけ、はい、そういう感じのね、男性のマスクしてますからね。町田ファンも増えてまいります。いいですよ、今の感じ、このあたりのうまく足とそしてコンビネーションを使ったボクシングを展開していきたい町田。さあ、あのベタベタとねついていくのは、ね、はい、相手のリズムに入っちゃうんですよ、町田君はもう少し離れた、はい、あのところでねボクシングすればね、いいボクシングできますよ。いわゆる入って出て入って出てと、そうですね、このあたりですね、そうです。ボディで飛び込んでいきます、チャンピオン町田。しかしチャレンジャーもかなり手数を出してきます。右から左、ちょっと右のカウンターがね、はい、軽く入りましたね、モンタルの左から右、そして左のボディ右です。ラフィー・モンタルバン OPBF、 このジュニアバンタム級の1位挑戦者であります。モンタルバンはね、はい、あの手数がね多いんですよ。町田君ちょっとね押され気味になると引きながらこう下がってしまう。そうですね、少し下がりますね。あの辺がちょっと見栄え悪いですよ。はい、いわゆるジャッジのポイント採点の評価の分かれるところであります。そうです、ああいう具合にねステパンチを出すんですよ、はい、軽く、はい、左右のコンビネーション町田。打ち合ってもいいですよ、打ち合ってもいいですよ、はい、あの左なんですよ、はい、あの左に当たるんですよ、はい、カウンター気味に当たりました。今度はしかしチャレンジャーもどん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 と、チャレンジャーなかなかいいですよ、パンチを出してきます。積極的にパンチを出してきます。いいパンチしましたね、あの手数なんですよ、追い打ちかけてきますからね、打ち合ってもいいでしょう、はい、もうチャレンジャー前に出てくる、チャレンジャー前に出てくる、苦しい表情を見せている松田。第4ラウンド残りはほとんどありません。ここでゴングです。第4ラウンド、しかし松
ダウンを奪われました。さあ第5ラウンド、まず最初に飛び出したのが松田であります。松田が積極的にボクシングを展開する、そんな気持ちの表れでありましょうか。第5ラウンドは飛び出してきました。その気持ちの表れ分かりますけど、ね、はい、あんまり焦らない方がいいですよ。そうですか、ええ、第4ラウンド、もう少し余裕持ってね、行った方がいいですね。ダウンを奪われてしまった、こういう場合のこのチャンピオンの心理、これはどうでしょう。そうですね、まあ、焦りはするんですけども、はい、あの経験がどう生きるかですね、はい、また左をもらった、ちょっと逆回りですね、はい、ボディです、ボディから顔面左、チャンピオン効いてますよ、効いてますよ、効いてますよ、チャレンジャーラフィーモンサルバン剛性に出た、バーッと左のフック、この試合2度目のダウン、マッチだ。ファイティングポーズを取ります。しかしチャンピオン苦戦。もう一発をね、はい、狙わず右をね、右左をね、左右に出すんです。いい感じ当たりましたよ、今相手が、ね、余裕を持ってますが、逆に当たりますよ、また左をもらった。いや今のはそんなに、ここで止めます、止めましたか。体のこと考えればしょうがないですかね。ここで止めました。東洋太平洋ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャレンジャーラフィー・モンタルバン、見事タイトルを奪いました。松田は残念ながら敗れました。薬選手さん、いかがでしたか。そうですね、残念でしたね、はい、だけどあの松田選手ね、あのサウスポーがちょっと苦手なんですかね。あのどうしても周りが反対だったし、やっぱりパンチの来る方にあの行ってしまったから、回ってしまったから、結果やっぱりそのパンチを余分にもらって、それがやっぱりダメージにつながって、最後あんな風になってしまったと思うんですけどね。そうですね、まあ、松田選手、はい、残念ながら初防衛なりませんでした、うん、